はい、皆さんこんにちは。こんにちは。広島県遠征という広島遠征、トトロに会いにっていうテーマ。あ、議題もうあのサブタイトルそれ、うん、すごい出だしからドーンって、いや、なんか地震起こしてたね、うん、ということでね、広島県の尾道カントリークラブ宇根山コースさんにお邪魔しております。このゴルフ場が何コースか持ってるんですか？いや、1コースだけなんですけど。あ、そうかそうなんです。よく言われるんです。他にもコースあるんですかって言われるんですけど、宇根山っていう山やからですかね。こうやってもう打って大丈夫なんですか？いや、ちょっとまだ待ってください。まだ、あ、多分届くぐらいのところに。513ヤード、距離的にはカモ、おっしゃるカモです。あの、鼻くそほじってもバーディー取れるかな目つぶっても、うん、まあ、パーは取れる。パーは取れる。OK ですね。左は隣接になるんで左は行ってもらって大丈夫で、はい、右はこのバンカーラインからちょっと右にずれるとちょっと右に行くと危なくなるんで。めっちゃいいとこはバンカー左、はい、バンカーラインからまっすぐ行くと一番いいとこ行くんですけど、あ、バンカーより右に行くとちょっと怪しくなるんで。え、フェアウェイ真ん中方向は行ったらダメなんですか？とね、フェアウェイがあっちが左に傾斜していくんで左の方に行ってて、前がキーがちょっとかかってセカンドが狙えなかったりがあるんで。一番完璧といえばバンカーの左端ですね。そうですね、バンカー左端から了解ですね。そうなんや。あそこしか行かんか。俺めっちゃ左打とうと思ってた。どうせあそこしか行かんからな俺。あ、そう、うん、うわ、ティーアップしてんの。お願いします。お願いします。めっちゃウィークで右太郎。あ、やってるわ。でもセーフやろ。どこ行った？左のあの山の別に木はかかってないところやと。でもウィークのおかげでやっと深く入ったわ。来ました。来た来た。調整完了しました。完了。怖いよ、こっからうちのボンは。行くよ。あー、左や。左やけどフェードっぽい感じやったな。フェードは入ったけど多分今見えてるフェアウェイのど真ん中ぐらいしか行ってない。もうフェアウェイが見えなくなりますついに消えました。5秒前。山ちゃん。山田山田やったっけ。何やったっけ名前久しぶりに会ったから覚えてない。かわいそすぎる何年おんねんちゃんとせえよ。ほんま彼来たらね、前も霧で見えないって言いましたよねほんまに。で、彼の怖いとこはその雨雲も気象レーダー映らへんの。ああ、映らないやつを発光するから彼から出てる、うん、相当体温高い。ウェザーリポートです多分あのこれ分からへんと思うけど、ジョジョの奇妙な冒険のウェザーリポートです。ウェザーリポートやなお前、まさか。ウェザーリポート、あの写真載せてくださいよ。めっちゃ強いからウェザーリポート最後虹出すから。いや、最後虹出して晴れさせれるんや。え、晴れさせれるんや。まあ、晴れさせれるし雨も降らせれるし真空状態とかにもできる。彼まだあかんやん、雨しか降らされへん。あ、そうです、まだだからあの子供ですこれ大人だ、やばいっす。冷たい冷たい。もう3打目勝負。3打目勝負じゃない。いや、左足下がりやな。きちいな。きちいわ。雨が、雨か。雨がなかったらな。雨さんさんとこの海落ちて、どこ測ったらいいですか？もうピンは測れません。大丈夫です。そこのキーは96ヤードです。あの、昨日ちょっと左で、はい、8アイアンで8マン飛ばすんじゃないんで、しっかりコンタクトして。オッケー、間いった。よし、ナイス。間大変だね。ナイス三つお。ありがとうございます。いけそう。いけるでしょ、僕ライエも。誰かティーアップしてくれた。でも泥ついてる。泥か。グリーン周り広いんかな。グリーン周りって広いですか、竹内さん。グリーン周りは左手前バンカーで右手前もバンカーなんで、でも奥はもう全部下って奥全部ダメ。あ、奥ダメになるんで。わかりました。もう後がないんで行きます。まあこれはどっちみち行くよね。でもな、これちょっと思ったより左足下がりきついわ。きついな。多分届かへん。あの木は超える高さ。あの間からカットで行こうかな。間しか無理かよ。もうマネジメントやめたから引退。時間の無駄やな、マネジメント、うん、パターンも全部お先よくないね
あとは全部お先で、もう派手でシャン。そんくらい、そんくらいでいこう。オッケーです。カットいきました。大丈夫ですか。はい。すみません。ありがとうございます。230ぐらいを2湯でいきます。で豆で濡れてるのでおそらく届かないと思いますけど、それでも全然 OK。 わあ、左行った。バンカー方向カットせえへん。意外と言えた持ってた、うん、ええんちゃう。夏とか涼しそうですね、ここ。そうですね、平地と比べると 3,4 度は平均で低いんで、いいっすね、広島の方。じゃあ夏はもうこの道で決まりですね、うん、真夏でも30度超えることがめったにないんで。やば、めっちゃいいやん。30度超えへんとかめっちゃいいな。101って出たわ。101、ありがとうございます。56度でちょっと奥ポン消えたら嫌やからな。いいんちゃん。あ、ちょっと手前か。ナイス。ないな、奥行ったかな。あ、バンカー着弾してるっぽいな。出たか。あ、バンカーあるわ。水たまり、ウォーターショット行こうか。うん、もう僕やけくさいからね、行っちゃうよ。風邪ひいちゃうよ。うわー、攻めれんかったな。普通にやるべきか。うん、ドロップします。ちょっとドロップするわ。ちょっと埋まったな。ちょっと埋まって上がりにくいんで、小さめのスイングでいきます。ああ、まあまあ言ってくれた。すげえ傾斜やったな。うん、いやでもガチであのカップ気をつけな。マロルな、あの白いカバーが縁になってるやつ、カップ蹴られんねんな。そうやね、これ蹴られんねん。ほんまに気をつけな。強っ。いや、いいよ、止まる止まる。なんで打つんだろうな、今のも。なんで標準語だったなんでだよ。藤原竜也みたいな。なんでなんだよ、お先。強、メンタル強。こんな曲がるんかね。来たよ。うわ、曲がらんわ。やっぱ曲がらんかった。尾崎、尾崎翔太。似てるね、尾崎翔太って。似てるね、尾崎翔太さん。外れそう、やばい。怖い。今日全部外してるからこれ、尾崎。尾崎全外しモード。オッケー、いいやん。難しい。長尺ってマジこんな難しいとは思わんかった。マジ別物やな。もうちょい面白い方がいいんじゃん。重かったらもうちょい簡単やね。ちょっと砂いっぱいつけ。その上に乗せとったらいい。こっちか。落とさんように、うん、今日って尾道ラーメン食えるん？食いますよ、帰り。ありがとうございます。あ、昼どうやろう、あるんかな。竹内さん、ここって、はい、レストラン、尾道ラーメンあるんですか。おぉ、さすが。そら、尾道カントリー言うぐらいからないとあかんか。よし、尾道ラーメン。背脂、牛骨背脂。おめで。この度、マイゴルフ予約がスタートしました。なんと、全国のゴルファー皆様にマイゴルフに出演できるチャンスがあります。応募条件はマイゴルフが自信を持っておすすめする提携コースでラウンドしていただくだけです。ご予約いただいた全ての方々にドリンクサービスかお土産品をお渡ししております。予約方法などの詳細は概要欄の URL をチェックしてください。皆さん、ぜひ僕たちと一緒にラウンドしましょう。お待ちしております。待ってます。え、乗るやん。あざす。どうせめちゃくちゃ打ち上げなんでしょ。どうせ。ほら、もう見て。
分かってた。187m はもう、もうやばいやん。登山じゃん。ビルの高さやん、ね。ほんまに見えへんくなった、やば。どう思う、この見えない状況に対して。自分は。説教タイム来た。な、先生。どう思う、自分がさ、来てみたらやっぱこうなるわけやん。でも来い言うてんの俺らやから。鳥に来い言うてんの俺らやからね。貴様。広いな、広いとこ。うん。何かにドライブは振っていけてる。あ、見えてきた。来たー。ありがとう、晴れ男。どこやったっけ、グリーン。まっすぐ。まっすぐ。ちょっと調子整えてこか。左に振り抜け。OK。どうなった、どこまで行くんやろ。お、え、乗った、どこ行った、乗った乗ったぞ。ナイス、あたす。お、見えてきた。めっちゃ打ち上げ。ほんまや、尾道って坂多いな。尾道坂、うん、48。これまあまあ行くんじゃん。ラフ。なんかここのゴルフ場ロマンあっていいな。楽しいな。楽しい。しかもなんかどこに落ちるかが予想つかへんからワクワクする。シドみたい。シド系ですね、でもほんまに。シドもどこまで行くみたいな刺身が乗ったとこもさ、嘘やろみたいな。確かに。何番だっけ、ある。2番か。あれエグいライン飛んでいて。ああ、先端。俺のあそこか。ボンちゃん、フェアウェイ先端温度。逆にだから左行ったらあの木邪魔になるかな。ああ。あのフェアウェイのやつやと思います。霧で見えてなくてよかった。え？見えとった左打ってまんわ。ああ。78-87。前開いてるな。開いてないな。まだ人の声聞こえてる。わ、やば、ピン見えんくなった。くそー。見えへん、やばい。あ、刺さるんちゃう。なんか刺さるのビビって傾斜に打とうとしたらトップとかしそうやから、うん、もうあえて刺しに行った方がいいんじゃない。刺しに行った方がっていうか、まあ、刺さる前提でこうフィニッシュあんま、うん、これ刺さらんとこう思ったらさ、こうせなあかんわけやん、はい、こうやって傾斜なりにさ、かこっちで何こうやって打つんかな。球の位置もどこに置いたらいいの。球の位置は真ん中か。いつも通りじゃん、うん、刺しに行くんやったらもうちょっと右でもいいけど、いつも通り若干左足体重とかでいいんじゃない。うん、もう刺して終わったらええんだって。何やったっけ。87 56で、すごいすごい左足上がり。いいんちゃう。ナイス、ありがとうございます。刺しに行ってるわけでもないけど、まあ、あれぐらいはどう、あれは刺さった感じ。あ、もっと刺さる、まあ、もっと刺してもいいけど。ゴッちゃんもともとあんまりこうターフ取るタイプじゃないから、うん、まあ、距離短いしな。しかも力感もちょっとこうボンちゃんの今の見とったらちょっとここでもう終わってる感じだと、うん、逃がしたような感じ。パーンって終わりみたいな。90ヤードやったらもっと刺さる、うん、フルショットに近くなってくると。もういいやん、そういう質問。やればできるやん、やればできるやん。嫌やな。いや、俺やったらもう帰りたくなる。こんな人ら。でも大丈夫、俺の方が帰りたいの。自信ある。何の自信や。77ヤードなんですけど、まあ打ち上げあんまりここは見えひん方がいいような気がします。なんで70ぐらいでいいかな。60度。これもうまい。左やな。あ、ナイス。僕のも今の刺しに行ったでしょ。もっと刺さろう。
あ、それはタップトップしてない。ちょっともうちょい逆にボール真ん中でもいいかもしれない。うん、右置いたら、右置いたらトップする。みんな結構、右すぎるんかもしれない。一般的にはその固定概念的には、左足上がりは右置けとか言うけど、うん、自分に合わせなあかんやな、結局。でも、俺あんまり左足上がりで右置いていい人あんま見たことないな。なんか、みんな大体そのトップしたりとか、トップ怖がって右残りすぎてる人とかが多い気がする。ナイス。ナイス。ナイス。いいえ。ボギーでは上がれるな。スリーパットではいけるやろ。確かに。今日の実績的に。フォーパットはいってないから。ラッキー。めちゃくちゃ旗長いやん。旗あんだけ長くても見えへんかってな、うん、ボンちゃんのとこ。強運の槍ぐらい長いやん。おっとおっとなんかおっと三国志、うん、三国志やってないやつおらんやろ。俺やってない。おったよねじ伏せたら力で助かります。技術ではちょっとこのコースに勝てそうにないんで助かります。力で行かしてもらいます。はい、簡単眠りかーん。はい、簡単眠りかーん。よし目標引く長尺で立っちゃった。お酒、おい、ナイス。気をつけて、俺今日そ3回外してるわ、うん、こんないっちゃん怖くないね、この長尺。ガチ？いいの？そのパターンなんか根っこしかない、もしかしてシャンクばっかしない、さっきから。なんなん。いやでもないっす、入れたから、入れたから大丈夫、入ってんねんから。いや何個バーディー取ったかなって数え取ったらゼロやった結構チャンスホール多いんやけどさ。いつだってチャンスホール。榎本が待つ。あー、ない。あー、右か今度は。これ気をつけなあかんから、これ4回目外すのか。なんかそんなん言うてたら怖なってきたガチでさっきまで全く怖くなかった。でも怖い方が入るか。難しいな、長尺。怖くないんやけどな、やっぱ練習がいいな。もう怖くない方が怖い怖くない自分に慣れてないから怖い。そう、さっき出だし怖くなかった両方とも。ああ怖くなかったら怖かった結果が怖い結果になった怖くないな思ったらそれは怖い、怖い結果で終わったら。よっしゃ、あと3本で飯終わり。はい、ワンオンいけるぞ、次パー3やからパー3でパー3なんです。はい、ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではまた次回、皆さんぜひ、あのちょっと今僕のモチベーションが低下してるんで、ぜひ皆さんの応援コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。励ましてください。そういう時もありがとう。そうです、スリーパット3回してスリーオーバーやから、うん、まあええか別に。そうやね、どう思います皆さんどう思うかはあのコメントなんでみんなどう思う聞けないからすぐ。ああそっか、うん、1ヶ月後にこの返信返ってくるか。つらっ、もうどうでもいい時に。つらった、もうその時はもうその悩みなくなってるから今日の今しかないからこの悩み。まあでも過去の僕に届いてると嬉しいんで、ぜひ皆さんコメントしてください。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。